え、なんかさ、端っこ、ここあ、こういうことか。ううことなるほどね、うん、あ、なるほど、なるほど、やっぱりやん、こういうことか。よいしょ、入れていい？え、いいよいいよ、入れない入れない。まあまあ、何時から飲んでんの？12時ぐらい。え、さあやばくない？え、昼間の、うん、やばー、病気じゃん。さあ、で、あのマリオが、うん、なんかエチエチしそうな気がして、うん、パッと起きた、うん、起きて、うん、なんかあの深呼吸強くないかみたいな。いや、マリオってやったでしょ。やったらやったら、せつけやー。たらね、うん、たら映画見て大号泣してんの。何の映画？サニーっていう映画。え？サニーっていう映画を見て。サニー？サニー？うん。朝が来ればつまらーです。そうそう、で大号泣しててで、うん、大物って気まずくなった。いやいやいや、ワンワンが多分一番飲むでしょ。うん、一応飲む。お酒ね、買いに行こうってなった、うん、なんかタクシー待ってたらワンワンとマリオさんがね、たまたまねブッキングして飲み行こうってなった。素直に、あ、ファンタスティック、ありがとうございます。あー、さーちゃんありがとう、ラブだよ、ありがとう。いやー、ありがとうございます。大丈夫？ワンワン大丈夫かな？うん、今日沖縄スタイル。うん？沖縄。暗くてね、見えないんだよね。ちょっと待って。暗くてさ、なハワイって感じ。ハワイってこと沖縄ら。沖縄もイメージングする。うん、飲もう。今お酒を買いに行ってるよ。ワンワン、はじめましてなんだよね、こう。はじめましてじゃないわ、ごめん。失礼、マジ失礼。でもさ、喋ったことなかったじゃん。しかもなんかワンワンと初めて会った時、なんかマルコさんとキムキムと会ったんだよ、4人で。うん、でその時に、なんかね、ワンワンにね、言われたんだよ。なんか、性格悪いですよね、みたいなこと。でごめんね、あの時は。いいよ、いいよ、全然いいよ。で、そんなことないよ、とか言って。大丈夫。じゃあ女ってね、女ってさね、ちょっとね、キモいよね、配信者。女こうドドしすぎちゃって分かんない。こっちだよ、こっち。女ってね。え、ワンワン何飲むの？ワンワン、チューハイ。チューハイ？チューハイ何？甘いのしか飲めないの。甘いの？うん。例えば？なんだか甘いの。え？ホワイトサワーとか。ホワイトサワー、あ、カルピスサワーとか。そう、甘いの。そういうのが好きなの？甘いのしか飲めない。ウケる。で、前さ、嬉しい女の子となんかずっと配信でさ、あのコメントとしか会話してないから、生身の人間とあんま喋ってないんだよ。そうそうそう、だから嬉しい。あ、ふみやこ、あ、ふみや、ちょっと前さ買ってくるから、ちょっとここで待っててくれる？分かった。うん、ちょっと、じゃあ、つなちゃんいい？これはい。おしっこまでそうなんだけど。おしっこ？トイレ行ってきた。あ、トイレ、一緒にじゃあママ行こう。ありがとう。ごめんね。よいしょ。多分トイレ借りてると思う。うちパジャマなんだけど、すごい恥ずかしいんだけど。パジャマですごい恥ずかしい。ワンワンさん、ちょっと靴脱ぎって。道路に掘ってあったから、ちょっと拾ってきたの。掘ってあったから、帽子も掘ってあったから。え、ってか、え、ってか、あのマリオさん、あのハニーこう抱っこしてポツンといたけど、家入ったのかな。マリオさんは一番かわいそうだと思うんだけど、あのトランクと荷物番してますって言ってたけど。え、カールおじさん、ごめん、それは。タクシー、もうちょっと早くにワンワンさんとマリオさんがついてたら、ここまで喧嘩せずに済んだのかもしれない。うちが間に入らなかったから。全員出てけって言ってる。
いや余計なことになるかなと思って、違うでしょ、いらないでしょとか、ちょっと思いっきりパジャマなんだけど。難しい、それも欲望に負けちゃうから恥ずかしいけどね、恥ずかしさより欲望が勝っちゃう。あ、来た来た、早っ、ありがとう、まえちゃん、うちもトイレ行ってこようかな。愛はレモンパイ、甘くて酸っぱくて目と目が合う妖精たち、キュンと跳ねた。あ、これさ、待って、どうやって開くのこれ。ここ君を見かけるたびティラミスなんだもん。え、わかんない、ちょっとことないんだけど、これ、え、これさ、ちょここ持ってきてくれる、ちょっと、これどうなってんのこれ。あ、いけた、あ、いけた、あ、ありがとう。え、これワンワンさんのやつ、これね、マリオさんのかな。あ、マリオさん貸してくれたんだ。行ってきてと、行ってくるわ、じゃあ持ってる、ありがとう。これ、うん、微妙なバラ、君のそのハートの上ちょんと、いちごのゆら。今公園にいます。夏になれ、元気になれ、ハートになれ、ち晴れ。だから今コンビニにいるわけないじゃん。ね、女子会です、イエーイ。イエーイ。今女子、なんか私ずっとなんか生身の人間と話してなかったから、 2,3 人の女子と話すの初めて。イエーイ、イエーイ。もうマジでうざいの、ブロックしていい、なんかもう疲れちゃった、まゆ、ブロックしていい。いや、ちょっと荒れちゃってるな。荒れてる、うん、ブロックしてます。あ、これね、フォロエワンワンのね、あ、ごめん、マリオさんマリオさんに、あの、ハド飛ばしといて、ちょっと迷惑かかっちゃうから。でもね、飲みたかったんだ、3人で。よいしょ。全くどうするか分からなくて。うん。トイレ行ったちゃんと。行ったんだけど、うん、流し方が分からんかった。え、いいよ。また誰かが流してくれるよ。あ、ね、ワンワン。ワンワン買っといたから。一緒に飲もう。じゃあ、何回も試してみたんだよ。よいしょ。ごめん、ワンワンですね、あのね、何回も試してみたんだけど、なんでこれ舐めんの、こんなに。なんで飲んだの、流し方が分からんけど、もう一回聞いたこと、流してこようか。いや、大丈夫大丈夫、平気だよこれ。なんでかな、なんかすげえ倒れちゃうんだけど、流し方だけが、それだけ分からなくて本当にそういう時あるよ、ワンワン。これ以上動けないわ。これみんなちょっとやってもらって。それで今公園にいます。お疲れ。流し方が分からん。店員さんにも一応話し合いはしたんだけど。うん、大丈夫だって、ワンワン。大丈夫だよ。ワンワンって何歳だっけ？34。え？マジで？見えない。マママジで見えないわ。あ、ママこれ気をつけてね。あのね、なんかこの三脚ちょっとね、なんかくしん。あ、ごめん、ワンワン、何、タバコも持ってきても、ワンワンの財布だけカバンに入れといたんだよ。あるわ、あ、あ、ライダー。ワンワン若いね。うん、しないで、いや、見えない、めっちゃ顔ちっちゃいし、しかもね、ワンワンってね、それ前でしょ。え、みんなに言われるでしょ、ワンワン、実物の方が可愛いって言われるでしょ。どこ見てるの、
ママさん。え、ママは言われるでしょ、うん、言われるでしょ、うん、だから、私、あ、じゃあ、ママもっとブスかと思ってた。だから、実物の可愛いってストックしていい？いいよ。最近セックス恐怖症ってさ。嘘じゃん。いや、本当だよ。ガンガンでしょ。 あんなのあるから恐怖症。嘘つけよ。あんなのあったらあるでしょ。あんなの前ちょっとだけ話したことがある。え、待って、電波悪いかな。電波悪い。あ、ごめんね。うん、でもルイさんって別に優しいよね。じゃあ優しいとそれはあれとこれとは別じゃない。まあね。だから、いやマジですごい安心した。あの前さ、うん、家出た瞬間にね、ツナちゃんいてさ、だから、うん、え、ワンワンはさ、東京じゃないよね今ね、家。あー、これからって感じ。これから東京住むの？つなじゃ拾ってきな、あれ。ナンパ。いやいや、ダメ。タバコ捨ててないから。いや、ちゃんとね、全部この箱に入れて帰るから大丈夫だよ。タバコポイ捨てしないよ。ポイ捨てしてから言って。なんで出たの？なんか喧嘩しちゃった。また、うん、いつも喧嘩ばっかりするんだもん。この路上で飲むより家の中で飲んだ方がよくない？帰ろう。いや、機嫌戻しなよ。いやいや、もう別れるって言っちゃったから。あ、もう、じゃあうちまでゆうさんの様子。でも、前いつもじゃん。あ、こんな可愛いのにさ。ね、つなちゃん分かるっしょ。かんない。あー、大丈夫。つなちゃん、つなちゃんじゃねえや。ワンワン。ワンワン、ちょっとちょっとちょっと。あー、ごめん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 。こんな可愛いのにね。いや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 。ワンワン、ちょっと。酔っ払ってるじゃんけ、めちゃくちゃ。どんだけかかったと思ってるん、ここまで。なんかさ、しよっかな。なんか、ミーコンちさ、今から行こうってなってたけどね。いるんしょ。どうしよう。ホテルに二人泊まる。じゃあ、とりあえず3人で帰ろう。そっから話し合いにしよう。帰る。どうしようかな。そっからの話し合いにしようよ。いやいや、カラオケとか無理だよ。でもないから。黒川ハイツもペットかがじゃないからさ。ちょっとちょっと、ライター。あれ、ライトどこやったの？はい、ごめん、迷惑かけてごめんね。いいよ、戻っていいよ。え、私ちょっと どうしようかなって思って。帰るとこがないんだよ、正直言うと。3人で戻る。奴隷にさせられる。あ、じゃあそれは阻止する。いや、ちょっと我慢しよう、一回だけ。すなちゃん、奴隷になりたくないんだよ。一回だけ横になっていい？あ、ね、てかごめん、つなちゃん。ワンワンさ、家にさ、ダメだよ、ちょっと。ちょっと気使ってくれたんだよ。ちょっと、つなちゃん、戻り方わかる？ちょっと、ワンワン倒れちゃった。これ、ハエザラにしよう。わかるよ、一緒に。つなちゃん、ちょっと一回、ゼロワンの家に、ね、やってあげる。体に。あ、いいや、マリオさん呼ぼう。マリオさん呼ぶか。マリオさんちょっと、呼んでこようか。いや、マリオさん、マリオ一緒に来てよ。うん、マリオさん来るって。大丈夫だよ。マリオじゃなくて、マリオ。え、マリオさん。マリオ、なんでそういじっぱりだろう。マジいじっぱり。またもう一回来ないといけないからね。そんな私、邪魔だよ。邪魔じゃねえよ。邪魔だよ。一番いるよ。邪魔だよ、私は。ダメだよ。かわいい、なんか。うわ、最悪だわ、もう。ちょっと、
ねえ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 、つなちゃんごめん、本当に悪いんだけどさ、うん、戻ってくるときに、うん、なんかバッテリー1個持ってきてほしい。バッテリー充電がないわ。あ、あった。ねえ、なんでワンワン盗んでんの。いや、充電盗む。ワンワンが隠してたわ。なんでないんだろうと思って今。絶対来て。分かった、ワンワン分かった。じゃあ、戻る、分かった。じゃあワンワン行ってきて先。そしたら、うん、お家に戻ったら私行くわ。じゃないと、じゃないと私行けない、行けない。ワンワン本当だよ、ワンワン、マジマジ本当だって。ワンワン本当本当、一回ツナちゃんと戻ってほしい。じゃあツナちゃんよろしくね。分かった、うん、マリオさん待ってるから。じゃあスマホあこう持って、うん、あーそうだね、そうだね、はい、そうだ、あの財布だけしか入れてないと思うよ。うん、ちょっと待って。おしゃべりしたい。普通疲れちゃった。うわ、最悪、ワンワンにライター盗まれました。ちょっとペットかで泊まペットかで OK な人いませんか。ずっと住むとかじゃないから、おいでとか簡単に言わないでよ。実際に来て簡単に何か何々をしたら、もし約束破ったら別れますとか簡単に言ってほしくなかっただけ。それがなんかまあ好きじゃなかったらまあ何とも思わなかったんだけど、いや前ちゃんと今ゼロワンのこと好きだからすごい嫌な気持ち。でもそれを理解しろよって言われ、じゃあ仮にそれがまあビジネスだったら、なんとも思わなかった、今までは何とも思わなかったんで、それでね嫌な気持ちになったって言ったら、お前なんて俺がいなかったら稼げないくせにとかいろいろ言われて、どんだけ私のことをしたの、傷ついたんだよね。でもそれでも私謝るってさ違うじゃん。ここで私謝ったら、でじゃあそれも本当にビジネスね、家だけのって、あの宿カレだけだったら本当に嫌って思ったから、利用しているつもりない。なんか別に歩き切るから別れるつもりないし、のもちょっと違うじゃん。普通に聞いてて嫌な気持ちになるなって、で私言われるんだよね、あいつ別れる気だなとか、ゼロワンは本当はマユと別れたい、私はなんか本当に頑張ってほしいからツイートとかしちゃってさ、ゼロワンのライスお願いしますとして、バカみたいじゃん。こんなことしてられないから、ハニーのこともあるから、ちょっとでもいいんだよ、ちょっとでもいいから、まゆ居座れるお家いませんか、誰か。ハニーとまゆ誰か今、しかも今から限定です。あのね、前のリスナーさんって女性が多くてさ、しかも多分人口的にやっぱ結婚してる人が多いと思うよ、ふわっちの。でこういうのってやっぱね男性しかいないんだよ。いないかな、足立区で。ひど女さんダメでしょ、私女じゃん。そこに関しては絶対私マシな自信あるけどね、付き合って。であの人ってやっぱ女無理だから基本だから、あの人別れたり、その中でやっぱ私のことを好きな人が多いから成り立つけど、それはねあの過大評価とかじゃなくて普通に読んだ。クマありがとう。なんかもうわかんない、もう嘘派と多いしさ、つなちゃん泣いてないでしょ、疲れた。もう
ま、マリオさん、ちょっとごめん。もう、ごめんね、なんか。よいしょ。そうだね。歯にそこにいさせるのも良くないから。多分さ、見てるよね。違う、もうじゃん、そうじゃない。違う、そうじゃ、そうじゃない。君を忘れない。